レストランハシクラバイトリップスの私、おとくにと申します。当店はこの特別メニュー冬季限定ですね。で、柚子のファルスという料理を提供しております。で、柚子のファルスですね、昨年の年末にいらっしゃったお客様が、もともとここは旅館、橋倉高専という旅館の建物を借りてバリスタのをやっているんですけれども、その旅館時代のお客様がいらっしゃいまして、柚子釜焼きが非常に美味しかったというお話を伺って、で、今また食べたいなというお話をちょっと聞いていたので、先代に作り方を聞いて、ちょっと私イタリアン風にアレンジをして、昔の名物料理であった柚子釜焼きを柚子のファルスということでオマージュをして、ここはいたしました。やはりですね、柚子釜焼きで非常にここで思い出を作られたお客様が多くいらっしゃって、でも橋倉高専という旅館がなくなってしまって、寂しい思いも多くした方が多くと思うんですけれども、もう一度ですね、その橋倉高専時代のちょっと思い出と、また新しい感性、私のイタリア料理のテクニックを入れて、新しいものとして、この建物、旅館が未来へ進んでいるんだぞというのを示したいなと思いまして、この料理にいたしました。で、今回この柚子のファルスには2つの県産食材を使用しておりまして、1つはお豆腐ですね。これは地元で作られた豆腐なんですけれども、山梨非常に水が美味しくて、豆腐の原料はほとんど豆と水ですので、その豊かな資源で作られたお豆腐っていうところと、あともう一つは吉村味噌麹店さんという味噌屋さんが町にありまして、そこで作られている地元の味噌ですね、まさに地元の味なんですけれども、その2種類を合わせて、海の牡蠣の旨味と合わせてお召し上がりいただいております。で、ペアリングの県産酒なんですけれども、ここはもう甲州、山梨で一番多く生産されている甲州のワイン、ブドウを使ったワインをおすすめしております。ペアリングいろいろ方法があるんですけれども、同調のペアリングっていうところで、甲州の種類は和柑橘の香りがする品種なのかなと思っておりまして、で、まさに柚子ですねと、この甲州が持つ和柑橘の香りで煮たもの同士を合わせるっていうペアリングがおすすめです。まあ、大月っていうちょっと外れた場所というか、みんなが通り過ぎてしまう場所にあるレストランなんですけれども、一歩大月降りればですね、猿橋でしたり、あとは川口湖だったり甲府方面にも同じ時間で行けるというところで、非常に魅力的な場所なのかなと思っていて、まさに山梨の玄関としてですね、山梨の魅力を伝えていけるようなレストランを作りたいと思っておりますので、ちょっと橋倉は山の奥にあって、来るとき道もドキドキすると思うんですけれども、ぜひGoogle マップを信じてですね、このお店に来ていただければ、必ず山梨の魅力が伝わるお料理を提供できるように頑張りますので、ぜひお待ちしております。